こんにちは、ゴールデンボンバーのギタリスト、キャン・ユタカです。どうも。ではこれよりキャン・ユタカが美輪さんに変身する過程を皆さんに見せたいと思います。よろしくお願いします。ではまず、100円ショップキャンドゥで買ったこのファンデーションを塗りたぐります。とにかく熱くとにかく塗りまくる。これ大事。わかる。下地とかいいんですか。下地肌へのダメージが。バカ野郎、美輪に下積みがあるかい。下積みで、粉のファンデーションをこれまた塗りたくります。よし、これでベースは完成しました。これが目元に付いてあります。あ、これもね、100円ショップキャンドゥで買いました。全部だ。アイライナーを。垂れ目気味にね、してください。垂れ目に。ちょっと目尻を下げるというかね。俺、このビジュアル系のスピンアップはこれやばいんだけど。完全に。大胆に。とにかく、ボーンと。でかく。濃いんですね、皆さん。ゴーンと。とにかく、ゴーンと。これをすればね、もう世の男どもはね、すぐ野獣と化すからね。あらま、気をつけな、みんな。ほら、目元完成ですね。こんな感じです。続きましてね、この目の上をね、今度塗ります。これはね、ちょっと高かったんですけどね。これはケイトかな、わかんない、松木用で買った、ちょっとね、青というか、紫に近い、濃い感じですね。濃い青。この濃い感じ。すごい。これね、ドドーンと。すごい塗りますね。そう。大胆ですね。もうね、外側から塗っていくのが大事。うん。すごい。幅がすごいですよ。それ眉毛じゃないですか。まず形を。眉毛の間違い。形を塗って、で、中をこう、何塗る。そうそう、塗る感じ。なるほど。そうそうそう。簡単でしょ、結構。これできた、右目が。あ、ほんとだ。すごいでしょ。ドドーンと。もっと塗ってもいいかしら。眉毛に侵入してもいいぐらいの感じ。うん。ああ、いいね。今日のメイク来てる。できました、目が。ダダン。まあここまではね、全然まだ美輪さんっぽくはないかもしれないですけど、なんか殴られたみたいな。殴られるメイクみたいな。やっぱここから重要なのがこれです。ダダーン。あ、出た。これ100円ショップキャンドゥのリップ。全部キャンドゥじゃん。これ05って書いてあるんですけど、一番ね、赤いやつを買ってくださいね。あ、これ塗ればね、もう、おっと、これはボロボロ。さすが100円ショップ。このね、ここがちょっと重要なんですけど、まず口元、このね、この部分にハートを作ってください。ハートなんだ。うん、こうちっちゃいハート、こうわかる、ちっちゃいハート。で、こっからこうドドーンと。そういうのはちっちゃいハートいらないですね。ちっちゃいハートあんま意味なく、やっぱ美輪さん常にちょっとね、含み笑いというか、そう、意味があるん で、ね、ちょっと上目にね。あ、なるほどなるほど。それもメイクでやってしまう。うん、下はちょっと少なめに。なるほど。うん、できた。これが美輪さんの口元です。顔は完成です。わずか5分程度でできます。早い。これがオーラメイクです。もう顔は完成なんですか。顔完成ですね。こっからじゃあまず、どうしたの、服を着替えようかな。おい、酒まだかよ、これ。いつ持ってくんだよ、ボケが、これ。あっちいなー、しかし。まずこれをつけると、これも100円ショップキャンドゥです。グワンと、きっと。ちょっと、根元が黒くなってるんですけどね。これはね、日暮里で買いまして、
いくらだっけな、まあ400円とか安っそんなわけダダン、ほら来た。あのやっぱ基本ね、紫で統一した方がミワさん感が出るんで母ちゃんのためならえいやーこれ、えこれも多分これいくらですか。300円ぐらい安いで、このスカートで、今ちょっとジーパンなんですけども、あのスカートをね、スカートって言ってもこれぶっちゃけ日暮里で買ったただの布です。ただ横をねこうキュッて結ぶだけでこれを、さあどんどん皆さんに近づいてきたよ私が見ようよ何やっぱこれがないと始まんないんで、皆さんといったらやっぱこの紫のストール。だいぶ来た、来てる、これもう来たよ。完成ですか。見事です。でもちょっとどうした、髪の毛が黒いですよ。あらやだ、私大事なこと忘れてたわ。ずらがない。あれないわ。おい、俺のズラどこだおい、ズラパクったの誰。しょうがないわね、日暮里に買いに行きましょう。ドーン。はい、どうも。というわけでね、私ね、三輪さんに呼び出されてね、ここ JR 日暮里駅に来たわけなんですけどもね、あのおばさんどこにいるんですよね。三輪さーん、三輪さーん、あの人はね、酒ばっか飲んでるからね、こうやってね寝起きが悪いんですよ。それね、人を待たせることだけはね、たけてますからね、本当にね。あ、悪いね、お待たせ。よっしゃ。電車、電車じゃなくて自転車なんすか。そうだよ、あ、チャリンコで乗って電車に乗ってきた。あー、それ怒らないですか。あー、めんどくせえから私がいれば大丈夫。もういいよ、乗ってる、乗って、行くよ。マッキーゴっすね。あ、そうなんだよね。行きましょうか。庭カバーだから、じゃあね、また後で。ほら、富士山じゃん。私ね、甘いもの見えないんだよね、これちょっと待ってくれ、ちょっと待ってちょっと待ってやべできたぜ、これやっぱ富士屋といったらこれペコちゃんのほっぺバナナミルク、これがねうまいんだよ本当にうまいもうあんたも食べる。いや結構です。いいの。いや大丈夫。いいのこれ。いやいいっす、うまいのよ。あじゃあ行こうか。よし、ペコちゃん、ペコちゃん、あれまたまた飯だよ、うまそうだな。あご飯屋さんみたいな。ビールもあるし、いやいいな。あ、ステーキ俺大好きなんだよな。すごい美味しそう。あ、うまそう。あ、やべえ、よだれ出そう。いや、ダメですよ。あ、うまそうだな、これ。これはうまそうだな。ちょっと、うん、皆さんついてないですか。ん、あぶっ口うい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 、
しまーす。じゃあ着いたぜ。あれですね。あれあれ。じゃあ買ってくるわ。三輪です。ついに私の髪の毛が手に入る時がやってきました。さあ参りましょう。さあ久しぶりね。何年ぶりかしらね。あ、あったあった。あ、これこれ懐かしい。あ、確かに95円。安い。大体これがね5束ぐらい、5束ぐらいある。あれ完成で、ああ綺麗な色ですね。ピンクもあるけど、ピンクはちょっとピンクちょっと似合わないです。あ、ダメ、はい、イケメンね。店員さんがイケメンよ。困った。ズラがあればね、多分ハート射止めたと思う。領収書ください。ゆっくりとエージェンシー。お姉さん美人っすね。しかし私も美人だけどね。すいません本当。ふざけててごめんなさい。でそのメイク見ればよくわからなくて。すいません。ありがとう。いやーゲットしました。ついに私の髪の毛、これで男のハートはゲットだぜ。すごい響いたから喉かいちゃったな。はい、ちょうど130円。なんつってもね、炭酸が好きなんだね。ほら、あ、止めた。よし、早い早い。ちょっと皆さん、皆さん鼻が開いた。うめえなコーラが。苦しそうですよ皆さん。皆さん、あとは飲む。いや、僕いいの結構です。うまいよ。いや、結構です。いいの結構です。あ、豪快っすね。あ、夏だからね、やっぱ。たんめー、超うめー。いって、目に入って。酔っ払ってなぜ、なんで酔っ払うんですか。酔っ払ってきて、危ない危ない。コーラで酔えるんですか。あた今ゲップしましたよね。コーラで弱いんだ私。あれどこ見てんだこれ。なんだこれ。なんだ。いや、私は眠くなってったもん。じゃあ、あんたはズラも買っといて。あんたも道端ですよ、道端。三輪さんが完成しました。で最後にこの本日発売のミワさんストラップつけてみましたけど、あなたが見る頃にはきっと売り切れていたことでしょう。しかもこれ在庫が10個しかないので、私が身につけてるものがあなたの手元にあるやつです。よろしく。ではこれよりこれからもゴールデンボンバーと私美輪さんをよろしくお願いします。ではここで一曲。母ちゃんのためなら。いやー、なんだよ俺、なんだ俺がうるせえってこんな腹か。